皆さんこんにちは。スポーツボイスディレクターの栗原理恵です。皆さんは歌うことによって健康になるということはご存知でしょうかもちろん歌うことによってストレスを解消するなどは知られていると思いますが、実際に昔と比べて声が低くなったとか、少し声がかすれるようになった。もしくは誤嚥性肺炎の心配がある。あとは演劇の飲み込む力が低下した気がする。 などなど、それは喉の筋力不足が原因かもしれません。まずは手を喉に当てていただいて、唾を一回ごっくんと飲み込みます。いかがでしたでしょうか喉仏が上下に動くのを確認されましたでしょうか唾を飲み込む、何か食べ物を飲み込むとき、喉の動きは上下に動いていきます。では続いては、もう一度手を喉仏に軽く当てて、 小さな裏声で、口元周りの力を抜いて、うーでもへーでも何でもいいです。低音と高音を繰り返してみましょう。へー、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 へー,へーうでもいいです。うー、うー、うー、うー。どうでしょうか喉仏が上下したことを感じられましたでしょうかそうなんです。この飲み込む筋肉、喉の,の筋力と声を 低音高音を上下に出す運動というのが喉の,のストレッチそして喉の,の筋力アップにつながってきますなので皆さん好きな歌をたくさん歌っていきながら喉仏を上下させて喉の,の筋力をアップさせていきましょうただし注意点としてはあまり高い声に行った時に喉に力をぐっと締めてしまってあー 閉めてしまうと喉を痛める危険性があるので練習方法としては鼻歌でもいいですうーん,うん、うん、小さな裏声を使ってまずは喉ぼとけを上下させて喉のストレッチを行ってみてください実際に歌うときは皆さんのお好きなように歌っていただいてその前にストレッチそして筋トレとして喉ぼとけを無理ない声の範囲でうーん,うん、うん 上下させて喉の筋力をストレッチさせてあげると喉の健康にもつながってきます。ぜひ皆さんやってみてくださいね。ではさようなら。